いなければだが。小林、次の会場では君は謹慎してもらうからね。だって私がやんなくたってどうせいずれ誰かが蹴落とすもん。お父様、その三次試験で不合格になった生徒たちですか。どうかどうかみんなに寛大な処置をお願いしたく。お願いします、お父様。アリスを、ヒサコを、みんなを返してください。予定が押してるな、急ごう。はい、アザミさん。やっぱナキリ、こうなったら皿で決着つけるしかねえよ。ユキヒロ君。中村先輩、自分が何もかも正しいみたいに喋ってくれてますけどね、俺がここに生き残ってる時点で先輩が絶対正しいなんて全然証明できてないっすからね。そんなに俺らを落としたいなら各会場で試験なんてまどろっこしいことやめて手っ取り早く白黒つけましょうよ。こっちの兵隊とそっちの兵隊で十決の席をかけた全面対決といかないっすか。はあ、呆れ果てる思いだよ、幸平相馬くん。いいかい、そういう交渉は何かかけられるものを用意してから行うことだね。おいおい、釣れねえな中村よ。俺の大事な一人息子に対してそんな言い方はないんじゃねえの。おやじ、斎場長一郎、それに千左衛門殿まで。おお、相馬、塩見の弟子にリベンジできたんだってな。よかったじゃねえか。バシャってすんな。なんだよ、いつも急に出てきやがって。斎場様、おじい様、どうしてここへ。いやあ、エリナちゃん、大きくなったな。割って入って悪いね。これからも君の親父に話があるんだ。中村、相馬の提案捨てたもんじゃねえと思うぜ。例のやつやらせようや。はあ、団体戦だよ。料理人たちが集団対集団でぶつかり合う塔付き伝統の変則食劇、レジマンドキュイジーヌ、すなわち連帯食劇だ。連帯食劇。斎場先輩、どうやら何も理解していらっしゃらないみたいですね。いいですか、千左衛門殿から総帥の座を奪った時点で僕の計画の9割は達成しているのです。今行っていることはいわば後始末。僕にそんな勝負を受けるメリットはどこを探してもないのですよ。本当にそうかね。もしこちら側が負けたら、この俺がお前の兵隊になるとしてもか。それはどういう。俺自身の思想や信念は捨てて、お前が望む真の美食とやらの犬になるってことだよ。もちろん幸平は廃業する。本当ですね。ああ、いいでしょう。斎場先輩、僕は嬉しいですよ。今日はいい日だ、本当にいい日だ。すでに勝ったような話ぶりはやめてもらいたい。俺たちは勝ちます、絶対に。仲間たちは取り返すし、食事どころ幸平も潰させない。私も怖いけど、みんなを助けたいです。今から勝負の日が楽しみだ。それでは詳細は後日。